ということで、僕がK03、03X、03XS はこれはバージョンアップ、そして今回の 03XD と買い替えてきてるんですよ、僕、なんと。いいですね。いいお客様ですいね。やありー、ねがとうございます。本当に。え、はい、いや、でもね、毎回良くなってるし、それぞれ違う音なんです、実は。基本は一緒なんですけど、それぞれ違う音で、でそこら辺の秘密の今回、一番大きな要素は、もちろんこのディスクリートダックもあると思うんですけども、メカがね、これはまあ、01とか、そうですね。K1X か K1X の、のメカなんでメすカけになどりも、ますけども。そこら辺が全然違いますよね。アトラスっていう、ちょっと名前つけたんですけはい。ど、アトラスってギリシャ神話の中に出てくる、いやいや、これ笑っちゃいけないんですけど、笑わないでください。当初、おじさんがね、神様が、ギリシャ神話の神様が地球を持っているっていうね、バチがあったんですよ。でね、そのバチがここにつくかな、つけてみた、あ、音良くない、やめってやめちゃったんですよね。そうなんです。ね、もう音質優先、本当に営業の人が、いや、これつけるとかっこいいですよと思ってやるんもうだギリけシャど。神話で、大体皆さんネットで、アトラスと、おじさんがね、こう。検索していただくと、大体出てくるのが、モンゴル相撲の人が首の周りで大きい球回すみたいな、大きな 地球なんですけ地どね、球あをれは。こうやってやってる、おじさんの絵が大体出てくるんですけど、あれをうちのデザイナーに見せまして、ちょっとそのアトラスっぽい、これをちょっとモチーフにした何かちょっといいデザインを作ってくれと。僕だって見せられましたから、これ。ほら、作ったんだよ。でも結500局は円玉ぐらいなんですよ、見つからなかったんですよね。それを本当はね、ここにね、やる、ここにやったやらるいいなみたいな。はずで、だっやたってみたら、却下。そうです。すみません、ねえ。却下って言いました。いや、でもね、僕は03XD を購入した動機の一つは、やっぱりこのメカを使いたかったんです。ありがとうございます。低重心、今までの VRDS ネオよりも、幅がね、ちょっと幅広がくなりま広すくね。なり、全体に低くなり、そうです。上にあったモーターが下に行って、これもまさしくスポーツカーの考え方ですからね、これはぜひ使いたいなと思っモータたんースポーツにはね、です。もう、水車うるさいですからいね。えいえいえ、本当にね、ここに貼ろうと思ったんですけど、ここって実はものすごく音質に影響を与えるようです。これ他のメーカーの方では分かんないですよね。もうアセスリックそうだですけの中ね。ですからね。ターンテーブルをしっかりした位置できちんと回すことによって、ディスクの反りだとか、その変身に関してもやっぱりある程度の強さを持った回転っていうのを作るために、ここはやっぱりしっかりしてるんですね。しっかりしているがゆえに、逆に言うと、ここにどういう構造を持たせるかだとか、どういう素材を使うかで、実は音質にものすごく影響がある場所で、そこにちょっとお父さんのコインを 貼ってしまうと、いや、ちょっと音質がこれね、ね、だからちょっとバラしちゃうと、もうちょっとね、素材も変えたらどう？アルミの方がかっこいいぜとかいろいろ話あったのにもかかわらず、全部却下ですよね、あの時。すいでませす。ん。結局、だから素材的にはネオと近いんだけれども、そういう構造が変わったという、そうですね。サイズ、比率が変わったということですね。ちょっとこんなものを、使っている本体もちょっとじゃあ、あ、行ってみフまロンすトか。パネルですけど、見ていただきましょうかね。で、下が鈴木先生使っていただいている K03XD、それから上が K01XD、になりますけども、まずちょっと、大したことじゃないんですけど、不思議と K03 と言ってしまうんですね。K01 と言ってしまうんですね。なんです車のかね。M3 なんかは M3 っていう方いらっしゃいますそから、のインパターターンでですすかかね。ね。じゃあ K03XD。前から見たデザイン的にはもう本当にこの部分しか変わらない。ただね、03を歴代使ってきた身で言わせていただくと、一番まず分かりやすいのは、作動音が静かになったことなんですよ。そうですで、か。それは今までここにシャッターがついてるとかついてないとかいろいろあったんですけども、もうメカ自体がやっぱり静かになったんですよね。だから、今、ものすごく静かなね、AV ルームで、つったら聞こえるかもしれないですけど、僕はもう全く、
聞こえなくなりました、作動音が。はい、ところで、まあ、今度逆に僕から質問なんですけど、どうぞどうぞ、はい、あの杉先生、なぜにうちのこの3を選んでいただけたのですか。まあ、すごくざっくりな、まあ、初代の03の時には、はい、まあ、実際聞いて原稿も書いて、ま、毎回そうなんですけども、視聴させてもらって原稿書くわけですよ。で、書いてるうちに自分自身が説得されちゃうんですよね。あ、あれ良かったなって、いいパターンですね。で、使ってみたいなって最初に K03 を購入で、あの時は、まあ、エソテリックの流れとして、割とこうシャープでコントラストの強い音からこのナチュラルな方向に変わった時期 で、はい、でそれが良かった。で、X になってそれがいい意味でデジタルの高精細なものになった。で、XS の場合はそれがアナログ感っていうかな、低音がこう、リッチな低音があって、でもあの密度が高いみたいな、すごくあの完成度の高い音で、で、ところがそれでまだ2年しか経ってないのに、はい、XD 出たよと。で、VRDS、アトラスは積んでるわ、ディスクリートダックだわ。で、音を聞いてみると、これがもう明らかにやっぱりその今の2つのフィーチャーを使った K1X、01XD と似たような音の出方なんですね。もうブワーみたいな、もう情報量満載、本流みたいな。で、これはやっぱり使わなきゃというのが真相です。ありがとうございます。ドバーッと来てる感じが僕には伝わりました。本当ですよ。ありがとうございます。あの音数多いですけど、何しろこう広いところからブワーッ聞こえてくる感じが、はい、とにかくやはりこう出ないで、出なければその後こうどんなチューニングをしようがどうにもならないので、あの考え方としてはやっぱり音が包み隠さずまずは出す、そういうスタンスで作り始めてます、実は。はい、あとはね、これ実際にあの加藤さんから言われたというか、そそのかされた文句なんですけども、鈴木さん、今までは01はね、あのダックと03使ってるダックの石の数が違いましたよ、今回一緒ですから、違いはあの選別品かそうじゃないかだけですって言われたんです。で、実際そのネットでね、2つ その内部写真を同じ位置にこうやって、で、偽札を判明するみたいにこうやって やるんですよ。そうすると分かるのは、01にはね、ちょっとだけこう白いマークか、がね、ついたパーツがあるのに対して、03はないんですよ。それだけなんですよね、逆に言うと。あの、若干電気パーツやっぱ変えてます。そうです。あの、兄弟なんで。もちろん、あの、電源部はね、全然違うんですけども。はい、一番大きいのは、もちろん電源だと思うんですけどね。はい。というようなことで、そそのかされたということですね。はい。まあ、ちょっとなんかいい勢いで言ってますんで、あのやばいネタがいっぱい出てきそうな気もしますけども、やばいか、ちょっと番外編まで撮っときましょう、その辺は。はい、じゃあ加藤さん、ちょっとまた後ほどということで、はいはい、それでは、VPI ですね、アナログプレイヤーを紹介していただきたいと思います。じゃあぼちぼちと移動します。